まあ、近代的じゃない作り方を、まあ、好きだからしてるっていうことだと思うんですよね。これが好きなんですよ。ガスを膨らまして、それで、ある程度成形した後にここに竿を付け直して、それで反対側をこう開くんだけど、まあ、それの、その原始的な作り方をもっと原始的にやってるみたいな、そんなイメージの作り方だから、なんだろうね、この形にこうしようとしてコントロールしてるんだけど、まあコントロールしきれないところがあるのが、いい感じっていうか、いい形っていうよりいい感じにつながるといいなって、そういうわけでこの作り方をしてる。多分これもこんなだし、ちょっと違うんだけどね、ちょっとっていうかだいぶ、そう思ってみると、でもみんな可愛いんですよ。ほら、でこれ本当はここにやっぱり飲み物入れたところっていうのが本当はもっと可愛いんで、まあ T シャツみたいな感じかな、なんか着てみてわかるみたいな。ね、こうやって見るとみんな違うんだ。本来物ってこういうんでいいんじゃないかなというのは思う。近代化された作り方で同じものいっぱい作ろうって19世紀ぐらいからずっとやってんだけど、まあ、その前の作り方なんで、でいっぱい作れないでね、このやり方だとね。だからまあわざわざなんでこのやり方してるんだっていうようなやり方してるんで、まあ気がつかなければ多分取りすぎちゃうと本当に思います。だけどまあ僕自身は結構大好きなんで、そういうふうに見てくれたらいいなって、本当にそう思う。中世の作り方をさらにもうちょっと引き戻して解釈して、まあなんかそれは作り方の理屈みたいなんだけど、こういう質感ができるっていうためのやり方ではある。で、それが何がいいかっていうと、飲み物を入れると、
まあこれってもう本当にある物質なんで、その物質に飲み物が入って、それが口に触れてこう入るわけでしょ。それで絶対この質感の影響っていうのは絶対受けてるはずなんですね。で、まあガラスでそれやりたかったっていうことだと思います。形はだから、まあ、普段もともと作ってたコップの、まあ、縮小版みたいな感じなんだけど、ちっちゃくすると大変なんですよ、いろいろ。物作るのってやっぱりこう、まあね、やっぱこれも物質なんで、重さとか、遠心力とか、まあ、重力と遠心力とか、そういうのを使って作ってるのがもっとさらに細かくなるので、まあとにかく自分が作るっていうよりは温度というふうに設定するとか、結局加減が大事なんで、その加減をどうやって調節するかってなると、やっぱり結局だから火加減なんですよね。だからまあそう喋ってて思うけど、ね、同じですよね、料理とかとね、そういうのはね。だからそういうところで作ってるもんだっていうのは知っててくれると面白いかな。こういう作り方したからすごいんだとか難しいんだとか、そういうのじゃもちろんない。まあもちろん難しいですけど、ただそういうことじゃない。で、まあお酒も味わうと思うんだけど、物もね、味わえるはずだよみたいな。だから実を言うとこれね、日本酒もいいし、結構、まあ最初は日本酒にどうかなって作ったりするんだけど、作ってみたら、まあ家に置いといたら結構使い回しが効くっていうか、こんなの入れて飲むっていうと割と、手に取る機会が多いやつになったんですよ。で、まあ、自分でこういろんなグラスある中でこれ使おうかなって思って取ってくるのって、やっぱり結構それなりに理由があると思うので、お酒も飲むし、ちょっと濃い味のジュースみたいなのも美味しいし、黒酢飲んだっていいんだけど、なんていうのかね、やっぱり飲み物分かるやつだとは思う。あとやっぱり器を使うのって絶対に見た目じゃなくて体験だと思うんで、まあ持った感じももちろんそうだけど、なんかその全部ね、これに何か入れて口に入れるっていう、そういう体験のための道具としてはいいんじゃないかなって思うんだけど、あんまりセールストークみたいなことは言えないですけど。
うん、